こんにちは。福田音楽教室ピアノ講師の福田理恵です。今日は夢キラキッズピアノ初めてのメロディー1からこちらの ABC の歌を簡単伴奏で弾けるようにしてみたいと思います。それでは楽譜を開いてみます。こちらページホルダーっていうんですが、これで開いてみます。ABC の歌はキラキラ星と同じですね。ドドソソラナソファファミミレレドですね。ソソファファミミレソソファファミミレドドソソABC の歌キラキラ星ですが、これを簡単な伴奏をつけてみたいと思います。まずはドドソソということで、ドとソを使います。ドとソでララソのところで出てくるのはシとソです。今日は2つ使ってみたいと思います。いってみましょう。ドドソソラナソシとソドとソシとソドとソ、今度は反対、ドとソシとソ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 でドとソ、このままドとソです。でシとソドとソシとソ、どうでしょうか、弾けましたか。ドとソとシとソしかありません。これで、簡単に弾きたいなと思った時にですね、ドとソのところを例えば赤に丸、赤で丸をしていくわけです。シとソのところはこの青い丸をしていくと分かりやすいと思います。赤赤赤赤で青赤青赤というふうに、楽譜のところに印をしてみてはいかがでしょうか。きっと、分かりやすく、あ、シとソだなとかドとソだなっていうのが分かると思います。これで簡単にドとソとシとソで ABC の歌伴奏付けができます。皆さんやってみてください。それではまた。